おもちゃは子どもたちにさまざまな夢と希望を与える。ここから輝かしい未来の扉が開かれるの。おもちゃ売り場にたむろ子どもたちの目が輝く、夢中になる。その向こうに明日が華やかに広がった。万博で大活躍した巨大なロボットが子どもたちに愛嬌を振りまき夢を与える。はい、こんにちは僕の名前ピューラー君、よろしくね。僕の体にはね、機械がいっぱい入ってるの。その機械はね、肩にあるアンテナから電波を受けてね、そしてね、動いてみんなと握手したりね、お辞儀したり。